ウィンランドリーおじさん。どうもビッグエイジです。今日は友達と久しぶりにディズニーに行きます。注射持ってきました。ちょっとね、朝早くてね、顔がむくんでますけど、頑張っていきましょう。この懐中車っていつからつければいいんだろうね。はい、ということで、なんとディズニーシーの方に来ました。あ、おばちゃんです。じゃあ、はい、挨拶して、挨拶して。いましたよ。で、実はですね、もう一人来るはずなんですけど、多分あいつ寝てますね。まだ寝てる、でもね、俺が一番泣いてるのは、ディズニー行くってなったらさ、懐中車するじゃん。そしたらお前ら持ってきてないじゃん。ほら、言ったじゃん、だから持ってかないよ。いや、だから雨だから。普通持ってくるだに。いや、雨だから、語尾気持ち悪い。いや、だって語尾がディズニーふさわしくねこの懐中車はディズニーじゃ使えないわけですよ。これ、うん、そうこれね、うん。おい待って、これ閉じて。おーいい、ほんとに。傘開け、傘開けよ、傘開けよ。先行くんじゃねえよ、お前だけ帽子やがって、ちくしょう。風邪ひくぞ、コロナが流行ってんだぞ、お前。今朝ね、電車に乗りながらさ、ニュース読んだんだよ。そしたら、中国のね、現場の医師の人たちが、いや、コロナウイルスは想定より速いスピードで感染してますみたいな話になって、いや、多分もう感染してる人はもう10万人以上いるって言って。オリンピックあるから人いっぱい来てやばいよね、マジでね。日本終わるよね、マジで。人が死ぬこと。あ、ちょっと著作権アウトでーす。はい、BGM アウト。すごいね、声が反響してた、ね。すごい反響してた、うん。マジでやばいらしいよ。だから東京で3人って言ってるけど、3人感染したって言われてる、そこのあなた、そこも出るんだよ、お前。入れるんだよ、お前、マジで。これ冗談じゃないからな、マジで。これらできるのはマスクとかして、そう。予防するしかないんだね。そう。まあ、今日マスク持ってきた？うんうん。ディズニーって中国人すごい人気らしいよ。うんうん。終わった、ゴムラー。コロッと死んじゃうからね。コロナだけに。笑えないよ。確かに、うん。やばい、めっちゃ今うんこしたい。いや、ディズニーはさ、設定されてるからさ、ゴミでさえさ、星屑って言うんだよ。あ、そうなの。だからうんこもさ、なんか他の表現にしてくんない？いや、そっか。あ、なんだろうな、ゆうこりんはイチゴって言ったから、じゃあ俺は、青汁出したいてかさ、星屑の件で俺も話したんだけど、星のかけらを拾ってるんですよって笑顔で答えてくれるって言われたから、超面白そうじゃんと思って。これそれさ、小学生だったからその時、お兄さん何やってるんですか？そしたら、ゴミ拾ってますって言われて、もう俺、なんか子供ながらにさ、あ、そうだよね、うん、そうだよね、見れば分かるもんねみたいな顔してさ、残念な思い出をすごい鮮明に覚えてる俺も。まあ、まあ、そういうことでね、今日はディズニーのね、闇を暴いていきたいと思います。あ、ミッキーだよ、お金は持ってきたかな。お金って言うのよ。え、借りないの？借りないの？お前、え、借りないよ。私はね、新しいパークを開きたいから、君たちの金融支援が必要なんだ絶対に金融支援って言うのよ、ミッキー。もうディズニーはまだ潤ってないからね。雨が降ってる時はみんなにお金を落とさないと売り上げがノルマを達成しないんだ。売り上げがノルマとか絶対ミッキー言うねん内心みんなそう思ってるよ。写真撮ってるよ。でミッキーは、いいね、もう一枚にもかーっていいね持ったかね。撮影現場違くない？あれ、あ、ミッキーじゃなくてそれボッキーだったね。危ねえ、ボッキーだったわ。さあ、来たよ。来ましたね。ちょっとディズニーっぽくなってきたじゃん。傘があるぜ、ちょっとあんまり見えないけどね、うん。じゃあこれ捨てるか。おーい、おーい、いい、おい、おーい。はい、どうぞ、いってらっしゃい。ありがとうございます。来てください、皆さん。これがディズニーシーでございます。ディズニーシーだよ、おばちゃん、これ。ディズニーシーだよ、これ。すっごいよ、おばちゃん。今日一日のテンションかよ、そう、ね、今日これでいけやね、俺今日は。血管が弾けるまで叫ぶかさあ、パークの中に入っちゃったね、ゴマちゃん、これ最高だよ、ゴマちゃん。去年の秋ぐらいに来たんですけど、センターオジアスがやってなくてですね。ああ、戦時やってないんだ。戦時って言わなくてやめてください。ああ、和風な感じ出ちゃうんで。確かに。あの、戦時にですね、前も訳してね。どうぞご了承ください。いや、了承できねえよ。おい、ふざけんじゃねえ。反抗してんの。ショーかな、パレード、パレードじゃねえの、ショーかな。ああ、ショーがね。Has been cancelled. Oh my God! Jesus Christ! そうですね。じゃあ、とりあえず立ち台カット1時間後ぐらいに着くと思って。そうだね。いや、ちょっと待ってください。あのね、はい、ちょっと今概要欄に載せてあるんですけど、立ち台はですね、アトラクションが苦手なんですよ。めちゃめちゃ拒んだんですよ、横浜で。で、今回は立ち台をね、さすがにアトラクションを克服してさせてあげよう。まあ、これ善意ですよ、これ。善意。絶対に遊園地に開けた方が人生が楽しくなるので。そうなんですよね。今日はディズニーショーの中でもちょっとスリリングって言われているセントアブジアスとタオブテラ、あとレイジングスピリット、この3つはですね、絶対乗りたいと思います。タジダイは結構ディズニーシーの情報してないので、あ、まだ騙して乗れたと思います。あ、確かにっていう感じでいこうと思います。シンドバッドの冒険、楽しかったですね、ゴマちゃん。楽しかったですね。タジダイがもうすぐ着くということで、そろそろ向かいましょうか。そうだね。海いる、海。おー、
グーフィーにね、写真撮ってもらいたいね。さっきこうやって言われたから。前は1本だよ。そうそうそう、よし、アピールするぞ。グーフィー、あれ、あれ、あ、こっち。あ、よ、俺の隣のお兄さんだからね。無理だ、俺はね、許せない。この中で一番必死だ。だってブスのとこ2人しかいない。確かに。よし、俺のターン。グーフィー、ガッデーメン、ガッデーン。はい、OK、 じゃあ、まだ10万だから、10万。張り切りすぎたね、うん、多分英語わかるんだよ、きっと。何、チクシャー、クソタイミー。絶対言うなよ、お前。お前、冗談だからね、グルビーね。大人も喜ぶね、キャラクターだからね、うん、絶対次来る感じだから。来た、来た、ありがとう。よし、撮ろう。ちょっと地球儀の前に来たからさ、はい、安定の写真撮ろうぜ。あ、そうね、そうそうそう。なんかカップルとかよく撮るじゃん。そう、そんな感じで撮ろう。そうそう、ああいう感じ、ああいう感じ。仲良しな感じ。そう。ましたね。10時半ですよ、10時半。中国人ですよ、滝沢さん。なさい。何があったんですか、ちょっと、夜あんなことしてたら。ね、なんでもないです。ピッピッピッピー。ということでね、はい、おじいちゃん合流したので、はい、これからまたですね、アトラクション乗ったりして、はい、そう。楽しんでいこうと思います。楽しもう。マメイドラグーンですよ、これが。ここはな、アリエルの世界を再現してるって言ってるわ。何？アリエル。アナル入れるじゃないんだよ。まあ、アリエルの聞き間違いにしたら相当やばいこと言ってる今。あいつ虚勢されてるから。アナルないから、あいつ。ここで遊ぼうぜ。これはチキンレース、うん、全部避けるってこと。全部避ける。じゃあ頑張った。じゃあ、いや、趣旨変えようぜ。この人がすごすぎて避けるってことに関しては、この人が超えちゃったから、うん、ちょっとなんか面白い人探しにしよう。何やってもいい。何やってもいいよ。おお、すごい。いいね。めっちゃずぶ濡れじゃん。じゃあ、ついこまちゃん。これ行くか。ダメじゃん。え？全然ダメじゃん。あ、違うのこれ。全然ダメじゃん。違うのこれ。もう避けると思ったの。あ、違うの。俺は成功するぜ。おい。カメは。マーメイドラグーン来ました。ね、いいね、なんか。インディ&ジョーンズです。インディ&ジョーンズね。インディ&ジョーンズ来ましたよ。立ち上楽しみだね、立ち上がり。楽しみだね、立ち上がり。生オブテラですよ。はい、でも安定ですね。安定じゃない。ふーいすい。どうですか、死ぬかと思った。あれ、なんか言うじゃん、めっちゃ克服したんじゃないですか、ね、ちょっといけるなと思ってきたし、ね、思ってきてるよね。案外いけんなみたいな。これずっと目つぶってたよ。さすがの顔やばい。おい、うつな。これ、事故でしょ。やめろ。おい、スクショすんな。おい、してあげんな。心臓音起きてるやん。これやばい。誰が太平洋やねん。そうですね。立ち台さん、座ってください。まあ、ごれたんで、立ち台が。はい。自宅の方をね、やろうかなと。でね、ここまで言われたらもうね、ここまで言われてるんだよ、実際。世界からも言われてるからね。うちだも乗るしかないですよ。え、もう乗ろう。立ち台さん、乗りますか。乗るっしょ、立ち台。まあ、知らねえやつだったから乗らないかな。とりあえず強制連行で今日は。はい、じゃあ行きましょう。